カンタン市、カンタン市は、中華人民共和国河北省南部に位置する地球市。京光線の沿線にあり、石炭業の他セメント製造、鉄工業、宝石業、電子産業などが盛んであり、その交通の便から工業全体が伸びている。戦国時代の長の主婦であり、日本ではとりわけ、カンタンの夢、カンタンの歩みの故事によって有名である。西には、 大高山脈がそびえ、そこから洋が、不洋が、海画水系、志賀川の支流が流れる。また南の河南省安陽市との間小川、小賀、海画水系、栄川の支流が流れる。簡単の地名の所見は、畜書記念に遡ることができる。地名の由来は、関所地理市中の長安の注釈に従い、簡単山とされる。この山は元来は関山と称され、それに、 山脈の末端という意味の人へが付随し、簡単とされ、さらに城郭が形成されたことにより、大里が追加され、簡単とされた。神話時代、除家が、簡単の古中高山で年度で人を作ったという伝説がある。一万年前にはすでに旧石器文化が存在しており、古くより人類の活動があったことが認められる。都市が形成されたのは陰台であり、因発には慶。 現在の境内市、後に、陰、現在の安陽市に、都の城が設けられ、簡単は、機内とされていた。築書記念には、陰末の三角神、中央が簡単に、立休別館を建設したという記載がある。州庁が成立すると、英国に属し、春秋時代には、新国の半都とされた。全五百年、進む帝国十二年には、新国政教の町村外、 長官氏により、簡単を自己勢力下に置き、以降簡単は、長氏が世襲する領地となった。戦国時代の全386年、長高志公元年、長の都の城が、厨房、現在の河南省鶴壁市西部より簡単に、遷都されている。全228年、旗はじめ公琉球年、新軍が簡単を攻撃、長王は旗に降伏し簡単は、 新国の半都とされ、前二百二十一年、旗はじめ二十六年には旗が長を滅ぼし、翌年に中国統一を達成すると、簡単県が設置され、簡単軍の軍地とされた。新末に発生した陳賞、五皇の乱では長が復興された際、旗正明官により、長が簡単に籠城することを回避すべく、占領後に、簡単は徹底的に破壊された。 前203年、高素四年、官庁が成立すると、軍国政が採用され、長耳が長王に認じられ、長国の国春が、上国、境内市に設置され、上山、古六、簡単の三軍を管轄した。南西部には、武初め県が置かれた。しかし間もなく、長国は廃止となり、上山軍、巨六軍、簡単軍に分割されている。前年、 高祖九年、高祖は巫女である、流女与長王に封じ、寒丹軍を、長国と解消し統治させた。この際に華麗な寒丹軍が建設され、不寛な内、天下名都と称されるようになった。五貫末の混乱期には、寒丹県は、各勢力による戦火の被害を受け衰退していく。二百十三年、検安十八年、検定は曹操を、義国。 方に封じ行状に剣とすると、政治、経済、文化の中心は行状に移り、簡単剣は、義軍の一般の剣状とされた。221年、起発2年、義により、公平軍、進むの時代には再び、義軍の管轄とされている。南北朝時代には闘義により、簡単剣は廃止となり臨剣に統合されたが、596年、 海洋16年に再設置され、その後随東大を通じて、寒丹県は昇県として、州、自州、竹安郡、紫州などの管轄とされていた。寒丹が錆びれる一方で、近くの大名府、現在の大名県は、宋代には福都となり、河北の大都市となった。秋代になると1368年、後武元年に全国を13省に分割、寒丹県は、 北直令省、公平府の管轄とされ、清長もそれを添い襲名し直令省、公平府の管轄とされた。中華民国成立後は、1913年、民国2年に公平府が廃止され、簡単県は直、直令省紀南道、1928年、民国17年には、河北省の直轄とされた。国境内戦の結果、 中国共産党が簡単を実行支配するようになると1946年に、簡単県上区に、研究の簡単市が設置されている。1949年3月には、簡単市は、簡単鎮に降格。同年8月に、河北省人民政府が成立すると、簡単選区が設置された。1952年12月22日、簡単鎮が再び研究の簡単市に、 昇格、1953年には地球、市、1954年には昇格市に昇格したが、1961年に研究市に降格、1983年に地区、研究市合併に伴い地球市としての簡単市が成立し、現在に至る。1980年代以降は、改革開放政策に伴い急速な、 経済発展を遂げ、鉄鋼業などに燃料を供給する、石炭業を中心に一大工業都市となった。また、日曜時期生産では、東山市を抜き、中国北部最大の生産地となっている。しかし一方で、市の西の太閤山脈に発し、市街地を貫いて北へ流れる洋画では、上流での過剰な取水と生活排水や、工場排水の陶器により、暖流や、 水質汚濁が起こり、重大な公害問題になっている。関丹氏は始皇帝の出身地でもある。旗は長に対し、人質として、王、明女王の孫、始祖、後の僧女王を差し出したが、大将人、両夫衣は、始祖の非凡さを見抜き身元を救い出し、後に貢献人として、勢力を振るった。彼は、自分の愛人を始祖に与え、生まれた子が生。 後の始皇帝である、聖の父が誰であるかについては始皇帝の項も参照。始皇帝は生まれて間もなく、旗と蝶との戦いに巻き込まれ、子祖が王になるまでの六年間簡単の符号にかくまわれたという、蝶を滅ぼした後一度だけ簡単に入場し、聖母の敵たちを皆生き埋めにしたと伝わる。六死かつく、一研究、四、十一研を管轄する。古代は、 要衝の一つであったが、近代では、その重要度が低下したため、整備が遅れがちではあったが、近年になって、ようやく整ってきた。駅内には、京広高速鉄道、京高線、関王線、建設中、砂馬線、馬路線、要渡る線等が通る。主な駅は、以下の通り。簡単市事件、簡単市街地より、 南西に約1 1キロメートルのところにある。現在上海、大連、重慶、広州、広州等からの便が就航している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。